はい、JR 下関駅に帰ってきました。駅の東側ですね、こちら大丸シーモールがある側です。今からね、お昼ご飯食べに行きたいと思います。これ9号線、国道9号線です。でこれがね、ノートルダムっていうなんか結婚式場で、奥がビアインですね。でこっちに釜山門って書いてあるグリーンモールっていう商店街っていうかね、通りがあって、カンプフェリーっていう下関と釜山を結んでいるフェリーが1日1往復あるみたいで、ここにね韓国っぽい門があります。でこっちになんかね海鮮の美味しいお店があるみたいなのでね、行ってみたいと思います。あ、釜山食堂、サムギョプサルのお店、たびたび山口クーポン使えます。そうだよ、山口はまた地域共通クーポンというか全国旅行支援延長してますからね。スペイン酒場釜山ちゃうんかい。なんかこの奥にもねお店がある、並んでるみたい。このずっと奥にもね、奥にあんのかな、お店が、焼肉屋さんとか。ただ私が行きたいお店はこっち。はい、到着。こちらがね、海産物のね、海産物っていうか鮮魚が美味しい岡本さんですね。営業中、よかった。じゃあ行ってみます。あ、ここもクーポン使えるみたい。紙電子両方 OK、 まあクーポンないけど。はい。